さあ、愛子がスクラッチクイズ正解したところで、ここでですね、先週のエンディングで、呼び込んだところいっぱいハガキが来ましたんで、いきなりですけれども新コーナーを始めたいと思います。題しましてひろみじゃん。そうなんや。このコーナーですけども悪い人の夢の方にいただいたんですけども、ただひろみさんが一人でこういろいろ喋ってるだけなんですけど、なんか雰囲気がすごいひろみさんっぽくなって面白いなということでですね、はがきもいっぱい来ましたんで、コーナー化させていただきました。まずはですね、神奈川県のペンネーム大仏ラーメンからいただきました。ひろみさんがキャンプに行っていました。キャンプ場に車止めんじゃん、道具出すじゃん、テント立てんじゃん。その辺から棒拾ってくんじゃん。火起こそうとするじゃん。ガーッと棒こすんじゃん。しばらくやってんじゃん。腕いってへんの。でも我慢してこすんじゃん。だんだん焦げ臭い匂いしてくんじゃん。スパートかけんじゃん。すげえ肩痛えの。それでもずっとこすってんじゃん。白い煙出てくんじゃん。いよいよ火起こると思うじゃん。すげえ煙いの。煙くて泣いてやんの。で、泣きながら棒こすんじゃん。やっと火起こすじゃん。そしたら火ちっちゃいの。うわぁ、ひろみさんっぽいわぁ。この間ひろみさんと仕事して、こんな感じよ。ほんまにこんな感じだった。おカード差し上げておきましょう。愛知県ペンネーム、さわやかさんからいただきました。ひろみさんが仕事へ向かっていました。今日大阪で仕事じゃん。新幹線飲んじゃん。品川から飲んじゃん。新横浜から寝るじゃん。名古屋で一回起きんじゃん。もう一回寝んじゃん。気づいたら博多でやんの。急いで反対の新幹線乗んじゃん。もう一回寝るじゃん。起きたら品川なの。これ、すっげえ普通やねんけど。普通やねんけど面白いですね。おカード差し上げておきましょう。神奈川県、2枚目ですね、大仏ラーメンからいただきました。ひろみさんが魚釣りをしていました。針に餌つけんじゃん、糸垂らすじゃん、しばらく待つじゃん、でかかったと思うじゃん、竿あげんじゃん、で針見んじゃん、餌ねえので、悔しいからもう一回針に餌つけんじゃん、で糸垂らすじゃん、待つじゃん、そしたらまたかかったと思うわけで、竿あげんじゃん、針見んじゃん、餌あんの。餌あるからそのまま糸垂らすじゃん。待つじゃん。今度絶対かかったと思うわけ。よっしゃと思って竿あげんじゃん。で、針見んじゃん。そしたら餌ねえの。3回釣れずに3回こう開けただけなんですけどね、竿を。ただこれだけなんですけども、すごいヒロミさん感が出るんですよね。俺だからずっとひろみさんとこの間仕事した時も、待ち時間ずっと釣りの話してた。もうこんな感じだった。あ、投げんじゃん、あれ。よく切れんだよ、あれ。つって。これ、ほんまにひろみさんがこれ言って、よく引かんだよ。もう、つって、とんじゃん、もう。でも取れねんの。つって、言ってた。武蔵差し上げておきましょう。これは、葛飾区ペンネームゴンザレスからいただきました。ひろみさんが困っていました。最近すっかり寒いじゃん。だからコート出すじゃん。着んじゃん。で、外出んじゃん。しばらく歩くじゃん。したら暑いの。汗かくじゃん。でもコート脱ぐのめんどくせえじゃん。またしばらく歩くじゃん。でもやっぱコート脱ぐじゃん。したら今度寒いの。んだよ、もう、つって。またコート着んじゃん。歩くじゃん。暑くなると思うじゃん、思うじゃん、うん、やっぱ暑いの。そう、たまにじゃんじゃない何かが挟まってくんだよね、必ずね。ようできてるわ。おカード差し上げておきましょう。今日から始まりましたひろみじゃんのコーナーですけども、100の8439日本放送、岡村隆史のオールナイト日本、ひろみじゃんの係までお願いいたします。Bye, baby.